最初のホームランを展開に、打席振り返っていかがでしょうか。Oh, me siento bien, gracias a Dios. Tenía un poco de presión todos estos días porque no salía el 150, pero gracias a Dios salió hoy y me sentí un poco más relajado. もうずっとホームランが出てなくてあと1本というところだったので少しプレッシャーも感じたところだったんですけども、やっと1本が出てすごく嬉しいですね。日本に来て150号になりました。またいかがでしょうか。Poco sorprendido por los números, ¿no? Ya que tengo 6 años en Japón, agradecido con la fanaticada, con los fanáticos de los Gigantes, de los Baystars, que me apoyaron desde que llegué aquí, orgulloso de mi carrera. 150という数字は自分でもびっくりしてますけども、日本来日6年目で達成することができて、本当、ファンの皆さん、横浜ベイスターズのファンの皆さん、そして巨人のファンの皆さんにもすごく感謝したいと思います。Emocionado, ¿no? Porque mi primer juego en Japón fue aquí en el Tokyo Dome, y gracias a los Gigantes por darme la oportunidad de tener una buena carrera aquí en Japón. そうですね。自分のキャリアの1試合目も東京ドームだったので、本当に巨人の方には日本で野球することにチャンスを与えてくれて本当に嬉しく思ってます。そして第3打席も完璧な当たりでした。あの当たりいかがでしたか。Sí, ese fue mejor el batazo y cuando le pegué ya sabía que se iba. そうですね。一本目よりも完璧な当たりだったので、打った瞬間行くと思いましたね。今日はルーキーの東投手が7回ツーアウトまでパーフェクトピッチングでした。守っていていかがでしたか。Bueno, yo sabía que estaba lanzando un juego perfecto, ¿no? Pero no quería decir nada. Pero cuando Magui le pegó la bola, yo sabía que se iba.そうですね、すごくいいピッチングをしてくれたんですけども、もちろん守ってて、パーフェクトゲームというのは分かってましたけども、マギーにホームランを打たれてしまいましたが、でも良かったと思います。援護していきたいという気持ちもかなりあったんでしょうか。いや、もちろん、Sí, no, todos los días quiero apoyar a mis pitchers y tratar de ganar los partidos lo más que se pueda porque estamos en una situación apretada ahorita.特に今すごい大事な時期なので、わざわざだけじゃなくて、本当に全てのピッチャーを、ね、助けていきたいと思ってますので、本当に良かったです。さあ、今、大事な時期という話もありました。3位ダイヤントの直接対決に勝って、これでゲーム差 0.5 になりました。そうですね、本当に嬉しいですし、今、集中することはですね、全ての残り全ての試合、全てのピッチャー、野手全てがですね、一試合一試合に集中していくことが大事だと思います。さあ、残り試合、改めてあさってからは12連戦始まります。そこに向けてチームを代表して一言お願いします。Pero eso no va a impedir que tratemos de jugar al 100% para ganar y meternos en los playoffs. まあ簡単なことではないと思いますけども、まあ 100% の力を出してプレーオフに行けるように頑張りたいと思います。素晴らしい。